今日はあーちゃんがまたまた編集してきてくれたということで見てみたいと思います。はい、何回目ですか？2回目です2回目の成果を、はい、今日お願いします。もうちょっと引いて撮ってほしかったね。パパいつも近いって言われて、ね、近いんだよ。おー、だいぶテロップ増えてますね。あ、これいい感じね。今の沖縄っぽくない？うん、なんかこうシャーっていうやついいじゃん。成長感じるね、これ。あ、ここ好き。いや、これ2回目だからね。うん、それにしてはすごいよね。いいね頑張ったね。すごい成長しております。そしてこれをみんなが一生懸命撮影してくれている腕使いもう本当にすごいね、家族愛すごい。さすがです。南さんもさすがです、うん、ありがとうございます顔がもう動画編集者っていう感じですリアンちゃんの顔が。あ、いいね。今度ミナミが撮影して、うん、ね、編集してマジいいね、これ。確かにちょっと何分撮るのか聞くべきでしたねありがとうございます。はい、では引き続き楽しんでください。こんにちは。今日は沖縄からお届けしてます。いいですね。どうですか？いや、いい天気ね。いいよ、沖縄最高。なんともう4日目、5日目今日、え、今日、うん、5日目、5日目、5日目にしてやっと晴れましたね。え、着いた日はすごい晴れてたけどね。そこからがちょっと降ったりやんだりでね。でもここはさ、すごいいいよ。室内プール行ったでしょ、うん、室内プールがあるじゃん。で、温泉もあるじゃん。だから子供たちはもうそれで十分よ。満足してるもん、ちびっこは。いや、よかったね。よかった。で、やっぱほら、せっかくだからちょうどゆあちゃんの4歳の誕生日、まあ、ここに当たっただからね。だから沖縄で誕生日会をしようと。今なんて言った？当たっただからねごめんごめん。ちょうどゆあちゃんの誕生日が重なりましたね。なんで沖縄でゆあちゃんのハッピーバースデーをしましょうということです。4歳になりました。で、ゆあちゃんはどこに行きたいって？ゆあちゃんは沖縄の恐竜パークに行きたいってずっと言ってんのよ。恐竜パークに連れてってあげなきゃいけない。去年は私と娘たち2人だけで恐竜パーク行きましたんで、ゆあちゃんはじいじたちと美ら海水族館行ったじゃない。だから私たちが恐竜パークに行った動画を見て、ゆあちゃんここに行きたかったってずっと1年言ってんの1年越しの4歳の誕生日にして夢を叶えてあげようということで恐竜パークに行きたいと思います。はい、これからいっぱい、まずはプールで遊びますからね。そうね、もう行ってんのかな。もう行ってますよ、子供たちは待ちきれないで張り切って水着着てましたから。じゃあ行きますか。はい、恐竜パーク行けないね。恐竜パーク行けないんだよ。何してんだろう。若い人たちの化粧の準備が。おばさんはすぐ終わるんだけどね。ごめかししてんじゃない、恐竜パーク行くのに。ママちゃん、マジック。私はミミズです。私もミミズの。ということで恐竜パークに到着しました。レッツゴー。食べられないように。はい、次次。いました。いましたか？いました。あ、卵から生まれました。あら、可愛い。生まれましたよ。ちょっと違う。あ、いました。ここにも。親子。いましたよ。本当だ。
ス。ステゴサウルスもいました。すごい、合ってんの。ステゴサウルスだよこれ。おお、恐竜の鳴き声だったよ。ほら違う、この音だ。すごいじゃん、これ動いてるもん。見て見て、あ、尻尾も動いてる。首も動いてて、早く行くんじゃないの。ねえ、行くんじゃないの。ちょっと揺らさないで、ちょっと待って、ばあば恐竜の写真撮りたい。ピーターも行こう行こうよ、はい、ゆらちゃん来たかったんでしょ。ミーターは、え、見た、何？もうこっちの方が全然住みたい。住みたい住みたいの、ゆうちゃん、ここに。待って。え、どうした？見て、なんか足跡だよ。あ、ほんとだ、恐竜の足跡じゃん。さっき通ったんじゃない？怖くないよ。大丈夫だよ。倒れちゃったわ。倒れちゃった。あ、何？それ何持ってんのこれ。ティラノサウルス。誰の？私の。ちょっと玄関に行ってこい。ティラノサウルス持ってるやん。いやいや、ティラノサウルス持ってるよ。あれはパーティールームじゃなくて、これ玄関にちょっと何匹かおって。いる？いや、いるよ。いや、いるでしょ、どう考えても。いるよ。置いた方がいい。わあ、でかっ。いいですね。これ置きます。いやちょっとこんなタイミングすごいね。うん。あ、沈んでく、本当になくなる。消えていくね。だからもう一日の反省をするみたいなことになりそうだ、これね。ありがとうございます。ありがとうございます。そんな今 YouTube 撮ってます。ありがとうございます。お気をつけて。ミヤちゃんの誕生日なんで、はい、キングダム、はい、ハレクライナキングダムを予約しましたね。キングいらない。キングいらない。キングダムっていうお店です。ミヤちゃん4歳おめでとう。おめでとう。乾杯。乾杯。はい、キングは楽しかった。恐竜パーク楽しかった？楽しかった。楽しかった。ミヤちゃん、恐竜パーク楽しかった？恐竜パーク楽しかった。ゲームに夢中。さっきはめっちゃ楽しかったって言ってたよね。よかったね、来れて。お父さんどうなんですか？娘が4歳になって早いな。早いな。ああ、なるほど、早いなっていう感じ。2人目だもんね。もう5歳、4歳、0歳のパパですからね。お母さんどうです？やっと4歳になれたねって思って。やっと4歳になれたね。あ、そうね。いやだ、こういうこと言わない。そういうこと言わないで。そうだよね。はい、いよいよ最終日。はい、もう終わっちゃった。何日？5日間。いや、6日間。6日間。あら、もうすぐ終わっちゃうね。10日間ぐらいいないと。
なのかもね。ああ。でも楽しかったね。天気が、まあ、今回天気あんまり恵まれなくて。初日と昨日はもう雨でしょ、午後から。だけどまあね、朝からチビたちはね、プール入ってるからね。チェックアウトギリギリまで遊ぶということで、プール行ってます。いやー、よかったわ、でも。楽しかった。天気悪くてもなんか楽しめるっていいね。え、ちょっと天気悪くて何楽しんだの？あ、そっか、買い物か。だってあの、アメリカンビレッジとか、全然天気悪くても、まあ、いい感じだし。まあ、なんか正直あの、沖縄来たっていうよりはさ、もう最初なんかアメリカンビレッジに来たのかなっていうぐらいさ、毎日行くじゃん。3回ぐらい行ってるね。子供たち好きだよね。でもほら、良かったじゃん、恐竜パーク行けて。楽しかったでしょ、恐竜パーク。去年行けなかったか。ちょっと暑すぎた。え、暑い？暑すぎた。まあ暑いけどね、でもジャングルみたいな感じでさ、でも絶対楽しいでしょ、恐竜好きには。おすすめよ、あそこ。まあなんかあの、ちょっと生い茂ってる感じで、こうなんか綺麗に見えてるわけでもなくて、こう隠れてるみたいな。そうそう。のはちょっとなんかこうリアルな。いいでしょ。感じはするけど。子供たちめっちゃビビってたじゃん。めちゃくちゃビビってたじゃん。てかリアルなんだって。4歳5歳児はもうちょっともうこうやって恐ろ恐ろビクビクしながら進んでたもんね。うん、進まなかった時あるしね。そう、先行ってみたいな時あったから、だから結構あれリアルなのよ、子供にしたら。そこちょっと小さい子はおすすめだし、大人も恐竜好きはおすすめです。なんかめっちゃでかいの凍ってたんや。そうよ、お家の玄関に飾ろうと思って、ね、恐竜でしょ、うん、あったよ、もちろん。で、何凍ったか覚えてんの？ティラノサウルスとあと2つ。ほら覚えてないや。いやだけど同じぐらいの大きさで色合いで選んだから。あれいいよ、結構大きいもん。大きいよあれ。だから配送にしたけど、はい、他のお土産と合わせて2箱になってます。あ、そう、そうね、楽しかったわ。やっぱりいいわ沖縄。次は宮古島。え、もう決まってんのそれ？宮古島でしょ、石垣島。いやいやいや、宮古島に行きたいなと思うけど、まずは。でもよかったね今回は。まあなかなか家族全員揃うことないけど、まあ、入れ替わりにしても、まあとりあえず2時間ぐらいは揃ったんか。そうね、2時間ぐらいはみんなでいたね。2時間ぐらい家族全員揃った、ね、それでちょっと長女と長男がバイバイみたいな感じでね、なったけどね。まあでもあの、岩ちゃんの誕生日はほら大輝も一緒に家族みんなでできたからよかったね。喜んでたじゃん。本人があんまり喜んでない感じだったよね。長かったんだろうね。誕生日終わろう言ってたやん。誕生日終わらせてって言ってたから。だからやっぱ大人が飲んだり食べたりしてるのは長いんだよね。サクッと食べてケーキをやりたいんで、封したいだけだから。でも後から考えたら思い出になるんじゃないの、沖縄でやったっていうのは。まあそりゃそうだろうな。覚えてんのかな、4歳だよ。いや覚えてるでしょ、だって去年行ってずっと沖縄行きたい沖縄行きたいって言ってたんだから、うん、1年越しだよ。まあそう言ってて着いたら沖縄って言ってたからね。あ、そうそう、成長だよね。沖縄って言えるようになってたね、うん、ということでいろいろ楽しめましたね。ハリクラニ最高だわ、ハリクラニ最高だわ。でも次は宮古島っていうことでしょ。いやそうだよね。宮古島でも素敵なホテルを探しましょう。ちょっと宮古島でおすすめのホテルがあったらちょっとコメントいただきたいですね。ゴルフ場が近くて、うん、ルームサービスがあって、まあ、できれば温泉で、うん、みたいな。もうホテルからボート乗ってダイビングに行ける、そんなところがいいね。そんなとこまで知ってる人いるから。なんでちょっと宮古島のいい情報あったら皆さん教えてください。はい、ということで今回は沖縄からお届けしました。はい、沖縄から帰ってまいりました。お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。お帰りなさいませ。なんかこのまま帰ってきた感じですか？そうなんですよ。だいぶ長く会ってませんね。はい、お久しぶりです、はい、え、これは？え、これはどうしたんですか？沖縄から送られてきたものです。こんなあったんだね。こんなに、まあ、ほとんどお土産ですね、まあ、お土産と自分たちが買ったものだと思います、はいはい、ということでまず開けましょうか。どうぞ。あ、これ私のお土産、この色ですか？この色です。この色です、はい、じゃじゃーん。で、来ましょう。来ます、はい、来ましょう。
もうこれ最高な素材ですから。涼しい、ね、もう着ればいいんですね。今これいいです。エアリズム的なやつですから。これめっちゃいい素材のやつですよ。そうですよ。これ画角的にチカチカしません皆さん、ね、いやこれいいですよ。ほらいい感じでしょ。どうこの絵見えてない。え、何見えてない。オリオン、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 あ、いい、見えてる。よし、おそろ、はい、で、はい、まあもう一人女子スタッフにはこちらの色を買ってきてますから。かわいい、これもかわいい、はい、ということで開けます。はい、開けましょう。はい、すごい出しましたけど、こんなに入ってたんだ。あ、そうそう、恐竜すごいでしょ。一瞬置物が出てくるのかなと思った。どうしました。3台も。いやいや、だって恐竜パーク行ったんだから。はい、インスタで見ました。もう名前を紹介してください。え、これティラノサウルスでしょ。どっちがですか。どれかが、どれか、そこ書いてあるから。そう書いてあるでしょ。この子が、そう、ティラノサウルス、うん、この子がスピノサウルス、うん、この子がアロサウルス。そういうこと。知らなかったそういうことなのよ。いや、ティラノサウルスは絶対欲しかったのだけど、はい、ちょっとカラーバリエーションとして何体かいた方がいいでしょう、はい、これどこに置くんですか。玄関恐竜がこんにちはみたいなやつ。いや、もっと買いたかった、本当は。え、またそこら中庭に散ればめておきたかった。恐竜がいるっていう世界。恐竜パークにしたいんですか。え、そういうこと。そういう例に近いものにしたかったから買いたかったね。残念でした、はい、どの辺から行きますか。もうあとはだってほら、沖縄といえばお塩でしょ。お塩、お塩、塩、塩沖縄といえば塩なんですか。いや、そうでしょ。雪塩で、ほら、お土産付き。じゃ、おまけ付きだと思います。あ、そうか、おまけ付きかだから沖縄限定の雪塩。はい、雪塩、はい、いや、それでね、はい、もうめっちゃ私が今回沖縄でハマった、あれ、お豆腐なかったっけ。あ、そこそこそこ。どこでしょう。取りますよ。この豆腐がさ、あ、それ取らなくてもこれだ。ルノツキ。この、いや、これにハマった。え、このルノツキはメーカーでしょ。このジーマーミー豆腐。ジーマーミー豆腐です。ハマりました。はい。ハマったんですね。これめっちゃ美味しくってさ。ちなみにね、そのお土産、お土産屋さんから直接発送してもらってるんだけど、翌日電話かかってきた。なんでですか。なんで？タンパクで送るって言ったけど、タンパクに収まりましたって連絡だったんで、実はそれいくつ買ってる。袋は2つでしょ。あ、3つ。3つお買い上げいただいてるんですが、1つしかレジ打ってませんで。え？え？どうした？連絡があって、うん、あの、もうこちらのミスですね。タッチサービスさせていただきます。これサービスなのじゃ。でも2つね。ありがとうだよこれ。ありがとうございます。サービス、この2個の。くれたのこれ。優しい。優しすぎじゃん。いっぱい買ったから。その他いっぱい買ったからなんか。そうなんだ。優しい沖縄。ありがとうございます。あとは、ベニーモタオルと買いましたよ。はい、まあ、こちらもベニー尽くしそうですし。それもベニー尽くしですけど。はい。いろいろまだお土産屋さんからのプレゼントです。そうなのこれ。あら、まあこれもいただいて、お菓子御殿さんありがとうございます。本当にこれは買いました。これは買いました。これは買いましたよ。あとこれもですね、ほら、このバッグついてる。かわいい。かわいいよねこれ。お菓子御殿中ペニーモタルト。あー、もうバッグ付きの。そう、かわいい。これこれかわいいよね。お土産用ほら2個入ってます。お菓子御殿行ったんですか。行ったんですよ、ちょっと、はい、恐竜パークの隣にあんの。あ、そうなんですね。ちょっとわかる。わかんない。そこで全部買ってるからこれ。あ、そうなんですね。で、これはお菓子御殿では全然ないけど、あーちゃんがほら沖縄でクロックス買いましたっていうやつです。これ買ってます。これあーちゃんのですか。あーちゃんです。普通、いや、これでもシルバーのキラキラでしょ。ミータンがどうしても欲しいって言ったの。お店の人がサイズがないって言われたの、ミータン、うんうんうん、だから、サイズがないですね、ごめんねとかって言ってたのに、エリナがこれをレジに持ってったの。じゃあさすがにお店の人も、え、大丈夫ですかみたいなこの小さい子が欲しがってますけど大丈夫ですかみたいな、大丈夫ですみたいな感じで買ってました、これはリナちゃん強、はい、どうしても欲しいってことで買ってました。そうですね、はい、ちょっとこの子、この子ちょっと、これもあーちゃんが買いました。あーちゃんも開けちゃっていいんですか。開けていいんですけど、これもうあーちゃん部屋に飾りたいっていうものをいろいろ買いましたよ。これは何なんですか。その子は何なんでしょうね。
あのスポンジボブと一緒にいたんですよ。スポンジボブのキャラクター、そう、なんかそういうのいっぱい売ってるのよ、あのアメリカビレッジに。高っ、ね、高いでしょこれ、わかる、これ高っ、お父さんびっくりするよ。お父さんおいくらだと思うの、これ。お父さん買いました、買わされてる。8000円、もうちょい、もうちょい、え、もうちょい、9800円。ビンゴ、ビンゴ今顔が曇りましたよ。お店にはこうやって置いてあったの。あ、ここに乗ってたんですね。そう、こうやって乗ってたの。これの組み合わせがあーちゃんがどうしても可愛いって。これは可愛い、ほら、ほら、それが9800円かける2、ビンゴ、ビンゴビンゴ、すごいの買ってましたね、娘が。900円の、だからまたほら、あーちゃんがほら、今度はベティちゃんのフィッシュケースとか言ってね、これ全然沖縄のお土産じゃなくないですか。だからなんでか知らないんだけど、アメリカンビレッジ行ったらこういうのありますからね。そういうのあるのよ、もうだから可愛い可愛いって言って、もうそれ2個買ってるでしょ。え、ベティちゃん、それはさ、それ6000円くらいです。値段書いてないですね、これ。それはちょっと書いてない。ああ、はい、書いてありましたいや、4950です。おが2つ、いや、2だから、これで万ですもうマジウケんだけど、あーちゃん本当に。これ、これは、あ、ほら、それもあのベティちゃんのマット。ベティちゃん好きなんですね。ベティちゃんとかこういうスポンジボブとか好きなのよ。なんかちょっとわかる気がする。可愛いですね、可愛い。ほらね、キッチンマットで、キッチンマットニューヨークって書いてある沖縄じゃん。沖縄でもなくね。どちらに行かれました？え、沖縄です。ちなみにこの T シャツ着てる意味ね。ここね、ここね、オリオンね。オリオンね。そうなんです。そう。いや、そうだから私は妥当なお土産買ってきてるよ。なんくるないさーってね、ちゃんと。あーちゃんごめんね、勝手に開けちゃって。うん、それは何ですか？何ですか？ちょっと私も知らないです。これなんかこまごま。あ、恐竜ですよ、恐竜。恐竜パーク。恐竜パークのお土産。これミータンたちの。ミータンとヤちゃん。T シャツと、これ。あと、あ、それハルト、ハルトね。あ、それ3人買わされたんだ。買わされたそうだから3つあるんだ恐竜のお茶碗、恐竜のお茶碗、恐竜のお茶碗3つあるんだ。かわいい恐竜カットの、あ、そう、これお弁当にいいかなと思って、これはみなみにあげる。ほら、村春くんのだよ、かわいいね。うん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 。あとファイル、あ、このクリアファイル私使おうと思ってんのよ。なんでこれプテラノドンとか説明書いてあるの、これ。ほら、恐竜の、ちょっとごめんなさい、横で弾いてました、ごめんなさい。これを学ぼうと思って。じゃこれに原稿を入れればいいですね。あ、そうそう、そうすると気分よくできるじゃない。わかりました、ね、一番ティラノサウルスが大きくなってるから、これ。ほら、これすごいでしょ。これね、多分すごいのよ、ユアちゃんと一緒にやったら。どういうことですか。ユアちゃん結構言えんのよ。あ、え、じゃあ種類これはって言ったら、なんとかって言えるのよ。すごい。だからちょっと負けないように頑張るわ。これ一緒にやる。はこれだ、これだ。これはパパが買ったマスク。恐竜マスク。それダンス衣装。何言ってんの、こんなもん、こんなもんつけてダンスできるわけないじゃね、苦しくて。ちょっとやってもらいましょう。これやばいよ。これは何ですか。あ、これはトランプです、恐竜トランプ。あ、これもいいじゃん、めっちゃ説明書いてある。じゃあ夜やりましょう。はい、で、これは恐竜の伴奏、恐竜の伴奏だよ。またコップ。あ、そう、それだからお茶碗とコップとお皿とセットで買った。セットで、ハルト君、うん、そう、ハルトの。はい、かわいいね。これでジュース飲むんだよ。わかる？で、スプーンとか？うん、そういうのスプーン。ハルト君の。うん。かわいい。レンゲとスプーン、かわいいよね。どう、ハル君これ。見えてないか。うん。ため息ついちゃった。これ割れないやつですもんね。うん、割れない。まあそんな感じっていうか、これこれ。ほら、ハル君のブルーシール。これロンパス。え、かわいい。T シャツじゃなくてロンパスだよ。売ってるんですね。かわいいよね。え、なんで今着てないんですか、このオリオンと。え、だって今出てきたじゃん。すいません、はい、今出てきたでしょ。はい、これ、これもここさ、 T シャツ、ここの沖縄にね、この一軒しかないらしいんだけど、パロディのさ、でいろんなほら、ベティちゃんとか、だからこれなんかめっちゃプリンセスがいっぱいいんねん。ほら、パロディ T シャツ屋さんみたいな、みんな買ったんだけど。私オリオンにラプンツェル、あーちゃんジャスミン。え、かわいい。かわいくない？ユリオン持ってますよ。ラプンツェルって言ってるね、さっきから。いや、ラプンツェルよ、私が。いや、私じゃない、ここの絵がね。そう。
私はラプンツェル。で、あーちゃんはジャスミン。ちょっと私の T シャツはラプンツェル。ラプンツェル。あーちゃんはジャスミン。あーちゃんの T シャツがジャスミン。で、みなみが白雪姫。へぇ、ちょっと今度3人で来て YouTube 撮ろ。ね、かわいいこれ。ジェイコはこれで。そうなんです。これのオレンジ。あ、そうそうそう。パパのオレンジだから。ペア。うん。見るこれ。あ、オレンジでもそんなオレンジじゃないですね。うん、かわいい。これパパの。これが社長の、ここに、うん、ほら、こういう感じでね。これかわいくない？かわいい。しかもシワになんないしさ。じゃこれで軽くなるとか歩きましょう、3人で。うん、沖縄料理屋行く。行きましょう。これ着て事務所の前にありますから。オリオンビール一杯サービスしてくれますよ。そうだね。あ、でもね、あれですよ、私たちオリオン屋っていうお店行ったんですよ。オリオン屋さん、そこに私のサインありますから。マジ行こう行こう。そこにあります。いや、なんか店入った時から気づいたらしくて。そうそうそう、だからそこにあの私のサインがありますんで、皆さんぜひオリオン屋さん行ってください。じゃあエコですって行きます。はい、美味しかったですよ。そこでもさっきの豆腐食べましたから。どの辺にあるんですか、場所は。え、ハレクラニの近く、ハレクラニのすぐそば。歩いて行けるみたい。歩いて 2,3 分ぐらいかもよ。あ、行きましたよ。あ、ちょっと来ました。ほら見てください、かわいい。かわいいじゃん、ハル君。似合ってる。ハル君かわいいね。どう？かわいい。涼しそう。かわいいよ。かわいいね。あと、このキャラクターのこれは何ですか？これ、黒みとキティちゃんのリュック。これ全然沖縄関係ないけど、多分。私の友達のパパが買わされてた。お土産屋さんですか？うん、見た。これごめんなさい、リュックって言っても全然入んない。これ何入る？え、飴とか？わかんないですけど。これリュック？え、リュックなんです、それ。かわいいですね。それかわいいんですよ、はい。買ってくれたんですよ。はい。ということで、沖縄のお土産紹介でした。バイバーイ。ためになる話や、私のプライベートを公開しています。高評価、チャンネルの登録をぜひよろしくお願いします。